G400D 左ハンドル入荷速報、はい、ということでやっていきたいと思います。はい、もう今月は買取業界月間ということで、そうですね、左ハンドル、はい、続々と入荷決まっていると、はい、400D の左ですね。そうですね、はいはい、新たに、入荷が決まった3台教えていただけますでしょうか。はい、はい、まず1台目なんですけれども、2022年式、通常モデルの G400D 左ハンドルのこちら4点オプションですね。4点オプション、はい、走行距離がまだ8800キロとなっております。で、外装カラーがオブシディアンブラック、そして内装がですねプラチナホワイトのナッパレザーシートということでですね、はい、こちら4点オプションの左ハンドルとなっております。で、続いて2台目なんですけれども、こちらは G400D の限定車、 G400D マヌファクトゥーアエディションの左ハンドルですね。はい、こちら年式の方が2021年式、走行距離が1万500キロ、そして外装カラーがダイヤモンドホワイトの内装グレーブラックという仕様でございます。はい、そして、3台目ですね、同じ G400D マヌファクトゥーアエディション、走行距離がまだですね750キロというすごいですね、はい、低走行の1台です、こちら外装カラーがダイヤモンドホワイト、内装がグレーブラックの仕様となっております。いずれもですね、近々、詳細の方動画で、ご紹介できると思いますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければというふうに思います。今日本でなかなかこの左ハンドルが集まってきてるお店ってなかなかないですよね。そうですね、うん、まあ、あのカーセンサーの方でももう 400D 左ハンドルって1割も満たしていない台数しか出ておりませんので、まあ、その中でもですね、当店左ハンドルが続々と集まってきているわけでございます。で、当店の方はですね、まあ、今 G400D の左ハンドル、需要がかなり多くなってきておりますので、引き続きですね、今月買取強化月間ということで、まだ3月まだありますので、ぜひですね、今売却検討されていらっしゃる方はですね、買取査定フォームご用意させていただいております。そちらからですね、査定受付の方していただければというふうに思います。で、かなり入荷してきている状況ですけれども、もうすでにご制約も決まっているということで、はいはい、続々とご制約の方もいただいております、はい、購入検討されていらっしゃる方はですね、はい、もう、概要欄の方にお問い合わせフォームありますので、どしどしお問い合わせいただければと思います。はい、ということで今日は G400D 左ハンドルの入荷速報でした。はい、今日もご視聴ありがとうございました。